ここまで2つの授乳所戦は高枠の両者人気サイドでの決着となっています。いよいよラストのカードは初日のドリームメンバー4名を擁する大激戦の組み合わせということになっています。最後に2枚の切符獲得するのは誰と誰でありましょうか。第11レース3つ目の準優勝戦です。1号艇山川美幸、2号艇遠藤恵美、3号艇池田明美、4号艇日高逸子、5号艇中谷智子、6号艇矢野真里奈、以上6選手の対戦です。本番レースも枠なり進入、絶好枠ゆっくりとインコースに構えるのは地元1号艇山川美幸です。近況の勢いそのままに圧倒的な強さでのシリーズリーダー、明日のファイナルも絶好枠を狙います。2コースには2号艇遠藤恵美であります。こちらは男子顔負けのスピードレースで挑みます。そして3コースには3号艇池田明美、2日目の整備が功を奏したか完全に流れを引き寄せています。3号艇池田、ここまでがスロー。角4コースには4号艇日高逸子、こちらも粘りに粘って船足もアップに成功しているか。5コースには5号艇中谷智子、この丸亀の女子戦はめっぽう強さを誇ります。そして大外6コースには6号艇矢野真里奈、前肩からの上々の船足を誇ります。3対3定番通り第11レース3つ目の準優勝戦、1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。インコーストップスタート1号艇山川、スロー勢がスタート優勢。1枠は1号艇山川が逃げる、2号艇遠藤が指して、3号艇池田明美がまくる、内からは4号艇6号艇バックストレッチも踏ん張っている。1号艇山川単独先頭、2号艇遠藤恵美が2番手追走、内から接近。3番手3号艇池田明美で後方6号艇4号艇5号艇6号艇、11レース3つ目の準優勝戦スタート正常です。1周2マーク1号艇山川美幸、2号艇遠藤が握って追いすがる、内からは3号艇4号艇旋回も上位の体型は1番2番の体勢、3番手争いは3号艇池田明美が優勢も平先かかっている4号艇日高が内から接近、さらには5号艇中谷も上がってきた。三つどもえの3番手争い2周の1マークです。前に選手1番2番、3番手はセンターから4号艇日高、開いて切り込む狭いところついた3号艇池田明美も、ここは4号艇日高が一定し前に出た逆転、上位体型は1番2番4番と変わっています。それでも粘る3号艇池田明美、後方は5号艇6号艇が続いています。2周にマークを折り返し、3番手争いもう一度絞り込んでいった4号艇日高、大きく開いた角度たっぷり3号艇ですが手が浮いた後退、ここで完全に4号艇日高が3番手リードを広げ、1番2番4番最終周回に入っています。しっかりとインコースからトップスタートを放ってそのまま逃げ切っていきました。1号艇山川美幸人気に応えそう。明日の優勝戦も1号艇が待っているということになりそう。そして2号艇遠藤恵美が2番手、3番手4号艇日高逸子、1番2番4番定冠相手、4番手以降は3号艇池田明美、5号艇中谷智子、最後方6号艇矢野真里奈となっています。第11レース3つ目の準優勝戦も人気サイドでの決着、先頭は1号艇山川美幸、2番手2号艇遠藤恵美、3番手4号艇日高逸子、上位体系1番2番4番でゴールです。先頭1番山川5塁、2着2番遠藤5塁、3着4番日高5塁、3番池田5塁、5番中谷5塁、ラスト6番矢野5塁です。